はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は魔物の国の悪魔秘書イベント後半戦がやってまいりました。はい、ということで今回ね、第2弾の後半戦のイベントの解説、それから絶対誰でもやるべき、無課金でも課金者でも関係なくこれだけは絶対やっておけってことがあるので、その辺も含めてね、ちょっと解説していきたいなと思います。はい、ということで早速ですが、今ね、後半戦のイベントということで、まあもともとね、お知らせであった通り捕食バトルというものが解放されました。で、この捕食バトルっていうのは果たして一体何なのかっていうと、まあ簡単に言うとね、デイリークエストの捕食バトルあると思うんですけど、あれのイベントバージョンという風になってます。なんで、今回ね、イベントクエストの捕食バトルをクリアすることによって、まあ、イベント独自のベニマルのね、強化素材が手に入ったりとか、まあ、そういったことになります。で、まあ、この捕食バトルで手に入るベニマルのね、強化素材、まあ、これが非常に重要で、まあ、もちろんね、レベル7から10のね、ユニークスキルの強化で、もともとね、配布ベニマルがかなり無課金性能としても強めのキャラとなっている。レベル100にすると、配布ベニマルが星5キャラの2凸分ぐらいの性能になるかな、限定キャラのね、ガチャから出てくるレベルで、まあ無課金の方にとっても、課金者の方にとっても非常に心強いキャラであるので、まあそれ、普通にね、スキルレベル、できるだけ高くしたいっていうのは当然のことなんですけど、その他、この捕食バトルの追加と同時に期間限定ミッション、それから交換所の報酬も追加されているという方のことなので、まあそれも合わせてね、チェックは必須でしょう。はい。まあこんな感じでですね、まあスキルがめちゃくちゃ追加されてるんですよ。で、このスキル内容っていうのはもちろんベニマル以外にも使えるので、この一番上の段のベニマルのアイコンがくっついてるやつ、これはまあ特にね、ベニマル特攻、まあ、専用の、まあ、スキル強化アイテムということになるんですけど、下見てもね、こんな感じでベニマル専用じゃなくてキャラ汎用の、まあ、素材もあったりするので、これはマジでうまいね。ちょっとこの身体極化が手に入るのはマジでうまい。何に使うかといえば、まあそれはもちろんアリスのスキル強化だよね。アリスは一体果たして何なのかっていうところなんだけど、アリスに関してはもう僕の攻略動画ではおそらく毎回使ってんじゃないかなって思うんだけど、これね、この子の能力を開示します。スキル気絶ついてんですよね。これが今僕がレベル9で 26% の状態なんですけど、これをね、まあなんとかレベルマックスまでしたいんですよ。レベルマックスにするとこれが 30% の確率で気絶まで持っていけるんで、これ今回のイベント中に、まあアリスはちょっと早めにね、交換所で交換通してマックスまで持っていきたいところなんですけど、まあね、こういったことも第2弾の後半戦のイベントでは可能になってくるんで、まあ非常にうまいよね。うん、まあもちろん周回は重ねる必要はあるもののですね、こういったことができるので非常に美味しいイベントになっているということと、で、あとね、ここからがちょっと皆さん忘れがちというか見落としがちになると思うんですけど、先ほどの説明にも書いてあったミッションも追加されてるんですよ、今回捕食バトルで。で、果たしてどんなミッションが追加されてるかといえば、まあ今すごいいろいろミッション来てる中でね、結構埋もれがちになってしまうんですよ。まあその中でカリブーディスフラッシュ、まあ今やってるこの捕食バトルのイベントの敵ですけど、これ上級3ベニマルを戦闘枠に編成してクリアするだけで、まあスキル強化のアイテムがもらえたりとかね、まあもうこんな感じで全て加護の魔装痕で6コンボ発生させて捕食するとか、ね、こういったまあミッション内容があったりとか、まあこれ何回も繰り返すことによって魔晶石、まあ、石がもらえたりとかね、こういったミッションがあるんで、これは皆さん忘れずに毎日クリアして、まあ、魔晶石等をゲットしたいところなんですけど、普通にやってるとあまり気にしてない人だとこれを取り逃す恐れがあるんだよね。ベニマルのすべての戦闘スキルレベルをレベル7、レベルマックスにする。これね、これちょっとベニマルの強化サボってたりすると、これ普通に取り逃してしまうので、
これ注意が必要でしょう。これで、これ一体何なのかって話なんでね、これ知らない方もいると思うんですけど、発生の紋章、これ多分おそらくテンスラ用語的には八星の紋章って呼び方じゃないよね。多分オクタグラムペンデュラムとかオクタグラムシンボルとか、多分そんな読み方すんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そこはどうでもいい。まあ、とりあえず漢字で八星の紋章ね、このアイテムが、まあ、非常に重要で、これが交換用アイテムって書いてあるんですけど、まあ、皆さんあんまり普段開くことはないかな。商店で八星の紋章交換っていうところがあるんですよ。でこれが交換できるのがなんと星5キャラと交換できるんだよね、これ。まあ、今のところ現状ではね、このミリムしかまだね、実装されてないんですけど、どんどんね、おそらくこれ魔王が並んでくると思うんですよ。そのうちね、ギーとかね、そのうちギーとかもおそらく出てくるでしょうし、ってところで、まず、実装開始直後としては、このミリム。空属性のミリムだね。これが手に入るし、こう、ステータス見ると、あれなんだよね。なんと今、ちょうどガチャで出てる闇ミリムよりもステータス高いんだよね。この記憶3700だからね。で、防御3000あるし。こっちの方がステータスには、としては高いし、全然これ、ガチャキャラと遜色ないレベルの強さになってる。でさらにスキルとか見ても、まあ、こんな感じで単体の奥義持っていたりとか、で戦闘スキルも貫通力一旦 80%、 貫通力一旦 15% だから、まあ、別の言い方で言うとクリティカル率が 80%、 なおかつクリティカルダメージが 15% アップってことで、めちゃくちゃ強いんだよねめちゃくちゃ強いので、まあ、この辺を、まあ、奥義とかね、まあ、その他コンボ、マソコンコンボとかを重ねてあげれば超火力出るんですよ。でまあこのね、まあ、こんな感じの性能のキャラが手に入るアイテムなんだよね。先ほどのミッションで手に入る八星の紋章っていうのは。なので話を戻しますけど、このミリムをできるだけ早く手に入れるためには、ベニマルのスキルレベルを、まあ、今の期間中にマックスにするしかないっていうことなんですよ。なので、まあ、この後の僕の動画にもつながるんですけど、捕食バトル、まあ、できるだけちゃんとね、毎日5回周回して S ランク取りつつ周回するっていうことが、まあ、非常に大事になってくるので、これ皆さんマジで取り忘れのないようにね、あと16日ありますが、ベニマルのスキルレベルをまず何よりも最優先してあげて、で、まあ、余った時、まあ、スキルも相当余ると思うんですよ。ポイントについてもね、相当余ってくると思うんで、余ったポイントでアリスとか、まあ、その他ね、あとイベント配布キャラであるシュナのね、シュナのスキルレベルの上げる上昇も結構重要になってくるんで、その辺もね上げて、まあ、皆さんイベント楽しみましょう。はい、といったところでイベント第2弾の解説しました。次はちょっとね、実際に捕食バトルの上級3をなるべく編成難易度低い編成でちょっとクリア攻略しようかなって思ってます。ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考だった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。